おお。こんにちは、ケンシです。今回の動画ではこちらのメスティンを使って豚玉丼を自動炊飯していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。で、今回使用していくのはこの中に入っています。まずライターとポケットストーブですね。この中に固形燃料が入っています。で、今回こちら 25g で、こちらを使って火が消えるまでほったらかしというような料理になっております。で、あとは調理で使うお皿ですね。こちらの方入ってます。それでは早速調理の方をしていきましょう。で、まずはお米ですね。お米を1合洗って水につけておきたいと思います。お米が研ぎ終わりましたので、こちら30分間つけていきたいと思います。で、この間に具材の方を調理していきます。で、まずはこちら、豚バラ肉を一口大に切っていって、味をつけていきたいと思います。で、次に生姜の皮を剥いていきます。このスプーンでやると簡単に皮が取れます。で、皮が剥けたら千切りにしていきます。この断面がちょっと古いところだけ取っていきます。入れた方がうまいんじゃん。で、今回はこちらのビニールを使ってタレを揉み込んでいきたいと思います。容器を使ってもいいんですけど、まあ、洗い物増えるというところなのでこちらの方使っていきます。で、キャンプに持っていく時とかだと現場で作るの結構大変だったりするじゃないですか。道具も洗い物も増えちゃうから。だからそういった時はもうビニールとか、できればそういうジップロックとかにまとめていくととても持っていきやすいと思います。で、さっき切った生姜を加えていきます。で、ここにタレの方を入れていきます。はい、ということで20分経過したので、こちらのメスティンの米の上に今タレに漬け込んだ豚バラ肉の方を敷いていきます。めちゃめちゃいい匂いしてます。で、今回はこの上で卵の方も一緒に調理をしていきます。これは100均でホットケーキのなんかケーキとか焼くやつですね。結構裏が薄いのでこんな感じで置いて、で、水を少し加えて卵を落としていきます。で、このメスティンのいいところはやっぱりこの熱伝導率の良さですよね。下から今火をつけているんですけど、この上にも、この蓋もものすごく熱くなるので、上で調理もできるっていう感じですね。まあ、缶詰とかあれば、上で温めておかずを作ることもできるので、いいですね。で、こちら、蓋をしていきます。こういうの持ってないよっていう場合は、アルミホイルとかで包んで、でラップをしてもいいし、で、そのままアルミホイルで丸ごと包んで、この蓋の上で温めても OK です。で、ポイントはこの必ず、少量の水を加えるっていうことですね。まあ、およそ小さじ1とかぐらいで大丈夫です。で、あとはこちらですね。今、燃料 25g を燃焼させていますので、これが消えたら10分蒸らして完成です。はい、ということで固形燃料が今、消えました。
ので、こちらの方蒸らしていきたいと思います。でもしこれアルミホイルとかでやってる場合だったら、一緒にこのくっつけたまま蒸らしちゃえば余熱で調理できるのでおすすめです。これは結構すぐに火が通るのではけておきます。一応タオルに包んでね。はい、でこのまま10分待ちます。はい、ということで10分経過したので開けていきたいと思います。オープン。うわあ、生姜の香りがめちゃめちゃいいですね。じゃあこれで最後の盛り付けを完了させていきます。でここでは刻みネギを少々加えていきます。まあ、結構僕ネギ好きなんで少し多めに入れます。これはお好みで入れていけばいいんじゃないかなっていうところですね。で続いてこちら、蓋の上で温めておいた卵を乗せていきます。よいしょ。おお、めっちゃうまそうですね。で最後にこちら七味を振りかけて仕上げていきます。うん、ちょっとピリ辛でも美味しいかも。完成。それではいただきます。ちょっとここのね、うおー、半熟が僕好きなのでこれはもうたまんないですね。でちょっと下のお肉も一緒に、あ、米もめっちゃふっくら焼けてます。炊けてます。いただきます。うん、生姜がすごいいい仕事してますね。生姜の風味がすごくして、で味付けは結構薄味だなっていうところなんですけども、この生姜だったりとか、あとこのネギもそうなんですけど、でご飯にほんのり味が移っていて、でこっちの豚の肉ですね、豚バラの方に味がちゃんと染み込んでるのでバランスよく、めちゃくちゃうまいです。うん、中まで、うわー、これはうまいな。最高です。これ外で食べたらもうどうにかなっちゃうやつですね。マジでうめえなこれ。あいにく今日外は雨なので室内で食べてるんですけど、これキャンプで食べたらヒーローですよ。これソロキャンプしてても一人でヒーローです。ご飯もいい感じにふっくら炊けてますね。これがもう詰め込んだだけでほったらかしできるなんてもうすごい楽ですよね。家で仕込んでいって、でキャンプ場に着いた時にメスティン出して、米入れて、でそれでお肉入れて、であとはもう火をつけてほったらかし、そしたらもう30分後にはこれの出来上がりですよ。最高かよ。で今回この豚玉丼と一緒にビールいただきます。こちら9対1ですね。いただきます。くー、最高。このまたビールとね、ちょっとピリッと辛いこの七味が絡んだお肉と味の染み込んだご飯が合いますね。はい、ということで今回豚玉丼を作ってきたんですけども、こんなに簡単で、でしかも自動レシピというところですので、ぜひキャンプ場で試してみてください。今回なんですけども、こちらメスティン自動レシピというレシピ本を参考に作らせていただきました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。乾杯。